と団子食いたいからこう財布を閉めたいけど閉めらんない。甘いっす。中が甘いっす。食べます。食べろ食べろ。芋？甘いの。Thank you。谢谢。こちらの。え、かわいい。タレとごまがかかって。ああ、匂いだからどうだろう。なんだろう。わかんないな。はい。油揚げに近いかな。おなんか油揚げっぽい平たい薄くね。で、ちょっとカリカリになった。カリカリなんだ。油揚げにしては歯ごたえいいなみたいな。おお、肉厚みたいな。やっぱ、前は栄養が違うさ。いただきます。熱い。もう熱いの。ちょっと味が形容しがたくない？え、なんだこれは。謎だよね。うん。え、でもなんか油揚げが平たくなってちょっとカリカリになったみたいなイメージは伝わってほしい。まあなんとなく。なんだろうこれ。ちょっとなんか弾力みたいなのあるよね。なんこれは謎。これは何？おでんって書いてあったけど我々の知ってるおでんではなかった。うん、確認する。あ、そう、野菜とかもねちょっとあるんだよね。なんかヨッシーと似て非なるものがあるよ。こっちのだよね。こっちの側行こうか。右側はなんか学校とかみたいから多分左側でしょ。ラスト1個です。いただきます。ごちそうさまでした。なんか果物ジュースが多いよね。でもね、なんかタピオカとフルーツみたいな。あんまこう水みたいなの飲まないんだね。ね。やっぱなんとも言えないものだね。別に全然美味しいんだけど。美味しい。美味しいけど、なんだか、何って言われたら何のか分かんないと思う。かわいい。ね。なんか絵はがき見た。この辺。
ないやもしれん、うん、なさそう。さっきので甘汁いいよ。まあ、物は試し、うん、あのラスケの二人はどうすっかね。とりあえずこういうとこで食べるけどどうって声かけてみるのはいいかと。あ、普通にコピーパターンもある、うん、そうで大丈夫って言われたらそれはそれなんだけど、一応なんかお店の中入っちゃうし、うん、すごいキラキラ。ちょっとデザートっぽいも食べたい、ね、ちょっと甘いもの挟もうね。ゲーセン行きたい。ゲーセンは行きたい。あったんだよそこに。なんか甘いもの食べてゲーセン一旦行ってみる。ちょっと熱い。なんか甘いものだった。うん。久々さんだね。ああね。重いのね、腕がね、綺麗に映って